バッターもあと少し強く打てばホームラン、ピッチャーだとあと少し低かったら凡打、いろいろあと少しというのがプロ野球ではたくさんあると思います。ということは今日のテーマはあと少しというのをどんどんみんな意識していいです、いいですか、やっていきましょうね、はい、うい、はい、はい、もう一回言って。そう、やはり藤本監督になってね、若い人がだいぶ一軍のメンバーとして練習するようになって、まあ2年目3年目で体もだいぶできてきた選手が入ってきて、まあ、かなりいい感じのキャンプができたと思うんですよね。まあ、あとはそれをそのオープン戦通してどういう形で試合で出していくかっていうことね。だからこの14、15試合ありますかね、そのオープン戦をいかに実戦用に、ね、自分のだからその時にヒットを欲しがるとかそういうんじゃなくて、結果を欲しがるじゃなくて、あ、試合じゃこういけばいいんだとかね、まあ、ピッチャーはピッチャーでもちろんそうだけど、そういう手応えを感じてほしいですね。やっぱり3月25日から本番が始まるわけですから、本番でどうするかっていうことをテストしてほしいですね。まあ準備はできましたから体ね、で、あとは実践的な時に自分がどうするかということをね、結果をテストできるわけですから思い切ってやってほしいですね。やっぱりね、選手は自分自身がやっぱりやって手応えを感じて自信を持ってマウンド打席に立てるようにね、まあ、チームの代表として出るわけですから、そうなってほしいですね。